はい、こんにちは、こんばんは、裏表です。当チャンネルはですね、今までに自分が出会った漫画、おすすめしたいと思った漫画をただひたすら紹介しているチャンネルとなっております。本日はですね、ちょっと漫画紹介ではなく少し一風変わりまして、この漫画のフィルムの剥がし方というのを紹介しようと思います。基本あの書店でやられているこの上下どちらかに穴が開いているフィルムっていうのはすぐにパリッと開けられるんですけど、こういう講談社の方でびっちりとされているこのシュリンク、きっと皆様今まで苦労したことあると思います。これですね。でも実はですね、簡単な開け方があります。それを紹介しましょう。まず3つあります。まあ、1つはみんながやってるやつですね。もう店員にお願いする、これ一番簡単です。でも中には例えば、まあ、冊数が多いとか、ちょっとすごい急いでるとか、まあ、そんないろいろ事情があって、まあ、店員にお願いしできなかった時とかあると思うんですよ。そういう時に、まあ、その次はですね、実はここ真ん中にちょっと動画じゃ見えないかもしれないですけど、真ん中に線が入ってるんですよ。これ真ん中に点点点点点点って、なのでここに合わせてこうやっておら、もう気合と根性でバリッと開ける。これがその2。ただそれって結構その手が滑る人にとってはもう絶対無理なんですよ。これもう指が滑っちゃう人だと、これどんなに頑張っても開かないし、すごい頑張って力入れても、なんか力入れると今度は本が傷んじゃうしって形で、実はあまりいい手段ではないです。今回紹介するのは3つ目ですね。これが自分が普段やってるやつで、まあデメリットもあるんですけど、基本この1冊で特に何も道具を使わずにできます。まあ正直その自分の家で開けるのであれば、この上とかをハサミとか爪切りで切っちゃえばまあいいと思います。まあなので今回は何も道具がないでも見たいっていう時に取れる手段っていう形で紹介できればと思います。ではいきます。まずですね、これまずこの出版社がシュリンクしているこの本っていうのはですね、後ろにシールが貼ってあるんですよ。このシールは実は結構剥がしやすいです。ということでまずここから少し剥がしてみましょう。よいしょよいしょ。実はこれが結構簡単に剥がせるんですね。こうやってこうやって剥がせます。そうしましたら、次はこの剥がしたシールを、先ほど見せた点線ありますよね、点線、このど真ん中のこの点線、点線の片方側に貼ります。こうですね。ちょっと見えづらいかもしれません、ごめんなさい。見えるかな。そして片方を押さえて、片方のこのシールをピッと取る。そうすると開いてしまいます。これは今までも自分はもう10回以上試してます。今10回どころじゃないな。試してますけど、もうほぼほぼ全て一発で何の問題もなく開いてます。おすすめです。ただまあ一つ欠点があるとすれば、シールを剥がすときに音が出ます。なので、すごいシーンとしてるところとかでは正直、このシールを剥がす作業っていうのはあんまりおすすめできないですね。ということで、この動画がいいなと思った方、役に立ったなと思われる方、いいねやチャンネル登録、もしくはですね、コメントなどいただけますとすごく嬉しいです。 Twitter の方でも日々、まあ、購入した漫画とか紹介してますので、よろしければそちらもフォローしてもらえると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。